いやなんか、はいはい、すごいまったりした空気なんだね。そうなんですよ。思った以上にすっごいまったりしててなんか心地いいね、この時間ね。呼んでくれてありがとう。いえいえ、呼んでくれました、ありがとうございます。あ、僕、トシさん好きなんですよ。ありがとうございます。告白ですか。ありがとうございます。はい、グループをされてて、はい、解散をされて、うん、僕も1年前に解散をして、うん、あ、トシさん見っけっていう一人ぼっち見てみたいな。そう、でもあれよ、それをね、不眠中 TV で言ってくれたんですね。そうですね。共演したいアーティストは誰ですかっていう質問で、普通に僕トッシーさんって答えてて、それが伝わったんですよ。ファンの方が、大城がこんなことを言ってますと気づいてあげてくださいって連絡が来ました。え、本当ですけど、見たら言ってくれてるから、ありがとうございますってツイッターで。6月のトッシーさんのエンタメトッシー、エンタメトッシーっていうライブね、これに絶対行きたいと思って、はい、沖縄からツイッターで DM をしまして、もうすでに完売されてたんですけども、やだやだと。いや、あれほんとびっくりして、たまたま来てんのかな、神戸に。はいはい。で、たまたまいらっしゃるんですかって聞いたら、いや、沖縄から来ますって言って、バカじゃないのって。そうそう、すごい、と思って来てくれた、実際に。で、コラボレーションまで、もうそのライブ当日ですね、すぐお話をしたところ、快く引き受けてくれて、お忙しい中、昨日もライブだったんですよね。あ、そうです。今はね、デュオでね、デュオもやってて今。だから一人ぼっちじゃないんだな。あれあれごめんね。あれ本当相方今。なんだよ。ごめんね。ミャミャミャ。そんな感じで、せっかくツアーもやるし、余すところなく僕も楽しんでしまおうかなって思いで、トシさんをお呼びしまして、2曲ほど、はい、歌います。カバー曲と、はい、オリジナル曲を。はい。あー、緊張する。このが緊張してるよ。え、この曲を聴いてください。なんか合う気しますね。嬉しい。嬉しいですね。
一番今一緒に声を重ねたい方ということで、夢は叶いますよ。いやいやいや、皆さん、いや光栄です。いや、これ光栄です。ありがとうございます。さっきでもトシエさんに喋ってるおしろくんの顔がもう恋する男というか、可愛かったね。ぐぬぬ。僕も大好きですよ。いや、ぐぬぬ。トシエさんと一曲じゃちょっと嫌だ。僕のオリジナルソングですね。お願いします。やっぱオリジナルタナイトのね。トシエさんと聴いてください。ありがとうございました。いつもお楽しみください。